こんなような感じでございますが。はい。名前は？はい、この子はジャイアントフロッグギロと言います。その名の通り、大きなカエルのギロということですね。このような形でカエルの形をしていて、背中の部分がギザギザになって、ここの部分をこすって音を出します。で、不思議の国のアリスではまさに舞台の上でカエルさんが登場しているときに、この音がギロって聞こえてくるという、そういう仕組みになっているので、音と目の刺激がまさに混ざって伝わる良い例かなと思います。とある作曲家の方にちょっとこの写真を見せたら、僕これ持ってるって言ってる人がいて、この音好きな作曲家もやっぱりいるみたいですね。はい、こういう音が。なので楽器だと思います。はい、これが本来のギロですね。こんぐらい大きさが違います。でこれは多分学校とかでもこれはこうそうです、こうですね、はい。まあ、こういうのはよく皆さんも見たことがあるかなと思うんですけど、原理としては同じです。こうやってギザギザの木の部分をこすって音が出るっていうので、だけどこれと、はい、失礼します、はい、まあ、音がね、こうやって全然違いますよね。うん、こんな感じです。